島小松島港に入りました。中国船籍のクルーズ船が徳島に寄港するのは今回が初めてで、歓迎式典が行われ、県や小松島市の関係者から船長に花束や遊山箱などの記念品が贈られました。船の乗客定員は954人で、船内には開放的なリビングルームのほか、プールが2面備えられています。またレストランは6カ所あり、およそ800種類の料理が用意されています。ノルウェーの画家ムンクの作品も展示されています。歓迎の和太鼓が演奏される中、船を降りた乗客は記念撮影をしたり、バスで徳島市内に向かったりと自由な時間を過ごしました。藍染め製品の売り場ではスカーフなどをまとめ買いする人もいました。I searched some information on the internet. I know there is a beautiful bay near here, so I want to go to see. このクルーズ船は今夜8時に小松島の港を離れ、次の寄港地の高知へと向かいます。県によりますと、今年徳島県にクルーズ船が寄港する回数は20回と、去年の5回を大きく上回り、記録の残る1989年以降では最も多くなる見込みです。県はコロナ禍で落ち込んだインバウンドの増加につながると期待を寄せています。